Ciao a tutti! I'm Daisuke Yamane. I'm owner chef of Italian restaurants in Osaka. I'll introduce the dishes that you can easily make at home. 今回は家庭でできるアスパラガス、これは季節がアスパラガスなのでアスパラガスを中心にしますけれども、温度卵と一緒に生ハムなんか食べる料理っていうのがあったかいサラダのようで美味しいなと思って作りますね。タイトルは、温度卵のフライと、アスパラガスのエチュベ、アフェッタート、これをチーズソースで食べるというそういう、タイトルでお作りします。まずそうですね、アスパラガスはエチュベにしますが、これはパンチェッタと呼ばれる豚バラの塩漬けですね。イタリアの豚バラの塩漬け美味しいですね。油もたっぷりで、これをソース代わりにちょっと刻んで少し炒めます。これも後でこのパンチェッタも食べますので、これをフライパンに入れます。そして少量のオリーブオイルを入れて火にかけます。油が出てきて、パンチェッタがいい香りを出すまでちょっとカリッとした感じになるように炒めます。ゆっくり、これやっぱり炒めすぎて焦がしたりしたら美味しくないので、あるところから急にカリカリってすぐなっちゃうからゆっくりいきますね。油を引き出すようにして、はい。そして、次はアスパラガスです。これ袴と言われるこういうところちょっと取りました。全部こういうやつですね、全部取りました。そして下の方は今切り揃えてあるけれども折ります。でこう手で折れるところっていうのはもうすでに柔らかい、皮が柔らかいところなんですね。全部そういうふうに折ってって、もう皮むかないでいきたいと思います。手でむけ、こう割れるということはそこの皮はもうあんまり硬くないんですね。で皮にうまみとか香りとか栄養が全部あるので、長さ今回揃えますけども、この部分を皮を食べないというのは間違いです。ちょっと短くなっちゃったから長さ揃えなくてもいいと思うね。こういうふうに一応揃えます。この下の方の硬いところは今日は使えませんけども、この料理でも使えます。潰してよく柔らかくしてこしちゃえばピレのようなものができて、すごくアスパラガスの味の濃いピレになります。これを少し皿に引いてこういうのを一緒に食べるというのができますね。はい、そしたらエチビにかかっていきます。アスパラガスの火入れですね。よくね、みんなねアスパラガス茹でるんですよ。で僕は茹でたくないですね。まずこういうふうにアスパラガスをフライパン状のものに入れます。そして塩少しでいいですよ。でオリーブオイル少々で、ここにですね水か、僕は昆布水という昆布を一晩水につけておいた水を使います。だいたい1リットルの水に昆布15から20グラムぐらいを入れますね。これを少量入れます。たくさんの水じゃなくて少量の昆布水が入っている状態を作ります。でこれで火にかけていきます。でこれ、ね、たくさん水分入れたらなぜいけないかというと、水分に浸かっている状態になってこれは茹でてるのと一緒になります。でなぜがいけないというと、茹で汁の中に、アスパラガスの味が全部出てしまうからです。これは少量の蒸し状態といってアスパラガスそのものが持っている水分を使って加熱していく、火を入れていくというそういう手法ですね。だから少量の水分で、もし水がなくなったら焦げますから、またさらに少しだけ水分を足して蒸し状態を保ちます。はい、今日アスパラと温度卵と一緒に食べてもらう、ハム類ですね。これは家庭でなかなかないけども、パルマの生ハム、これはネロパルマという黒豚の生ハムで、さらにですね、何でもいいです。こういう家庭であるようなロースハムでもいいし、生ハムと称するのいろいろありますから、普通にスーパーなんかで売ってるものでも美味しく食べれます。これいいのがあればまた美味しくなりますね。はい、
そしたらちょっとこっちの方ですね、パンチェッタにだいぶ火が通ってきましたね。こうパンチェッタは火が入ると油が出てきます。でその部分的にちょっとカリッとした焼けた感じが出てきます。油をどんどん出します。この油が美味しいんですよ。このね、パンチェッタにいい感じに火が入って油が出たら、このパンチェッタはまた食べますので、ここに取り出します。これで入れてると火が入りすぎるっていう、こういうふうに取り出しますね。はい、アスパラガスの一部の状態を見ます。こういう感じですね。色が鮮やかになってこう蒸気で蒸されてる感じ。主にこのアスパラガスそのものが持ってる水分が、沸騰するようになって、そして火が入ってきます。これでちょっともう少し火を入れたい。でもう水分がほとんどないですね。これ水分完全なくなると焦げますので、少しだけ水分を足します。で再び蓋をして蒸し状態に戻します。これぐらいか焦げやすいので、火加減と水の量を気をつけてください。完全に水がなくならないように蓋をして、その蒸気が充満している状態を保ちます。はい、ミルキーなソースというか、その僕らは実はお店ではこれに近いソースをフォルマージュブランとかサワークリームを使って作るんですが、今日はそういうものはあんまり家にないので、この生クリームですね。生クリームに塩味をつけます。そしてレモン汁、レモン汁を加えて、まあ、サワークリームみたいなちょっと酸味があってしょっぱい感じのクリームですね、沸いてます。でここにですね、パルメザンチーズを入れます。はい、これで出来上がりです。簡単ですね。味見ます。うん、すごく美味しいです。ちょっと酸味があってクリーミーで、チーズソースですね、まさに。これいろんなものに応用できると思います。これお肉の料理とか、白っぽい鶏の料理にかけても美味しく食べれますし、野菜つけたりするのにも非常にいいと思います。はい、そして次ですね、温度卵です。これ市販されているものでいいと思います。温度卵とか温泉卵として市販されているもので、まあ、これ作ってきましたけど、これは65度で40分ぐらい加熱したものです。でも他にね、やり方として鍋にお湯を、沸騰しているお湯を入れて、冷蔵庫から出した卵、生卵を入れて、ひたひた以上に入れて蓋をして、ほっとくと結構そのまんまいい感じにできます。なぜかできます。これ割ってみます。そーっと割りますね。でこの温度卵美味しいんだけれども、僕いつもこの温度卵を食べるときに、この白身の部分とか、この水分、余分な水っぽさが嫌なんですよ。これがこの美味しさをすごく邪魔してると思うね。だから今日はちょっと新しいアイデアを見せます。ちょっと塩しますね。これは先ほどパンチェッタをゆっくり加熱した時の油ですね。これものすごく美味しい油です。これにパンつけて食べただけでもうすごい大好きな香りと味ですね。ここで温度卵に火を入れます。はい、ちょっと温度卵には軽く塩をしてあります。この油でフライにしますね。軽く返します。
こうやって周りにパンチェッタの油をまとわせて、さらに加熱することで、卵の水っぽさがなくなります。もうなくなります。はい、これをこれ以上あんまり火入れすぎると卵の黄身が、固まってしまって、ちょっとソースとして面白みがなくなるので、これぐらいですね。これ以上火を入れません。でこの油はすごく美味しい油なので、ちょっとこう卵にかけておきます。ベーコンエッグみたいなものですね。ベーコンエッグの油の部分みたいなものですね。アスパラガスのエチベが仕上がりました。水分がなくなってきて、これも火が完全に入りました。でそこにちょっとこの味をキッとさせるために水分を飛ばします。最後熱々でこのちょっと照りがついたようなね、ツヤツヤの出た感じにします。これでもういいですね。塩は軽く振ってあるので下味程度にはいけます。そして生ハム、何を並べてもいいです。生ハムもいいし、ごめんなさい、普通のハムでもいいですよ、ソーセージでもいいですよ、こんなサラミもいいな。はい、そしてクリームソース、あれですね、レモンチーズソースですね、クリームチーズソースをいただきます。こうパンとかを食べる前提の料理ですよ。パウダーチーズのこういうのちょっと削ったりすると、これまた美味しいですね。はい、最後に先ほど炒めた、パンチェッタそのものをちょっと振ります。これまた美味しいんですよ。オイルはこの下にもう使ってますからね。はい、これで出来上がりです。どうぞ召し上がれ。ボナペティート。Thank you.